こんばんは、プラネットです。今回は、奇妙で素晴らしい SF 映画を紹介していきます。1. サン・ラーのスペース・イズ・ザ・プレイス。監督は、ジョン・カヌ。ミュージシャンのサン・ラーが、脚本、音楽、主演を務めた、革新的な SF 映画です。この映画は、世界はすでに終わったと、まだ気づかない、という、謎めいたフレーズから始まります。そして次には、前衛的な演奏によってピアノから煙が吹き出し、割れるグラス、逃げ惑う人々。音楽と共に語られる哲学的なメッセージと、映画らしい芝居のシーンを交互に繰り返し、少しずつ進んでいくストーリーが不思議な SF 映画です。白人のいない惑星を作り、音楽の力で宇宙船を動かして人々を運ぶ、という目的に向けて物語は進んでいきます。時折登場する、典型的な差別主義者の描写も印象的ですが、ここまで音楽を前面に押し出した SF 映画も、他にはないのではと思います。サン・ラーの人生哲学を説くような、唯一無二の SF 映画です。2. カプリコン1。監督は、ピーター・ハイアムズ。有人火星探査における、国家レベルの、やらせを描いた SF 映画です。人類初の有人火星探査を目的とした宇宙船である、カプリコン1号。打ち上げの数分前、3名の宇宙飛行士は秘密裏に船内から脱出させられ、砂漠の上に立つ無人基地へ連れ出されます。無人のままロケットが発射される中、3名は、責任者であるケラウェイ博士から事情を説明される、というストーリーです。有名な陰謀論の一つである、アポロ計画のやらせ疑惑を、火星探査に置き換えたような設定の映画です。そのため、当初は NASA も協力的でしたが、作品内容を知ってから協力を拒否したことで知られています。あくまでフィクションではありますが、宇宙飛行士3名の心境を想像すると、とても痛ましい気持ちになります。陰謀めいたストーリーから始まり、娯楽的アクション映画の流れへと向かう、まさに、奇妙で素晴らしい SF 映画です。3. アンダーザスキン、死の捕食。監督は、ジョナサン・グレイザー。終始謎めいた雰囲気の漂う、SF スリラー映画です。スコットランドの街で、男性が次々と行方不明になる事件が発生。彼らが持つ共通点は、行方不明になる直前に一人の女性と会っていたことでした。そして、その正体は人間ではなかった、というストーリーです。砲台から漂う B 級なイメージに反して、とてもかっこいい映像が印象的な作品です。B 級娯楽映画を想像して見る方の期待には、全く添えない内容であり、この点は砲台の付け方が良くないでしょう。派手なシーンも少なく、状況を詳しく説明するようなシーンもほとんどないため、考えながら余白を楽しむタイプの映画です。個人的には、過小評価されている印象の強い、素晴らしい芸術性を持った SF 映画だと思っています。4. ザ・フライ。監督は、デビッド・クローネンバーグ。人体変異をテーマにした SF ホラー映画です。天才科学者のセス・ブランドルは、テレポットという物質転送装置を使って、無機物のテレポート実験に成功しますが、有機物では失敗が続きます。その後、自らを実験台にして行った物質転送実験でしたが、実は装置内に一匹のハエが紛れ込んでいました。成功したかに思えた実験の後、恐ろしいことが起きる、というストーリーです。1958年の映画、ハエ男の恐怖
のリメイクです。人体にまつわるテーマを得意分野とする奇才、デビッド・クローネンバーグ監督の最大のヒット作と言われています。同監督のスキャナーズにも関わるクリス・ウェイラスが手掛けたハエ男の恐ろしい特殊メイクも見どころですが、しっかりと構成されたダークな内容の脚本も光ります。B 級映画の枠を超えた80年代 SF ホラー映画の名作です。5. ロブスター。監督はヨルゴス・ランティモス。独身であることが許されない社会を描いたシュールなコメディ SF 映画です。家庭を持ち、子孫を残すことが重大義務となった近未来。妻に捨てられたデイビッドは、ルールに従い、町から離れた場所にあるホテルへ送られます。そこには、45日以内に配偶者を見つけられなければ、動物の姿に変えられてしまう、という恐ろしい決まりがある、というストーリーです。淡々とした演出で描かれる、人々のとんでもない行動や会話。行き過ぎた管理社会と、行き過ぎた革命主義。二極化した社会を皮肉ったような設定が作り出す、奇妙な世界観が素晴らしいです。また、ストリングスを中心とした音楽も、この作品のシュールさを際立たせています。不条理すぎて笑えてくる、斬新なスタイルの SF 映画となっています。6. 犬ヶ島。監督は、ウェス・アンダーソン。ストップモーションアニメで描かれる、SF コメディ映画です。舞台は近未来の日本。レガサキ市で大流行した犬の伝染病の影響で、犬たちはゴミ処理場の島、犬ヶ島に隔離されます。そんな中、市長の養子である12歳の少年、小林あたりは、愛犬スポッツを探し出すために小型機を盗んで、たった一人で犬ヶ島へと向かう、というストーリーです。制作に4年かかったと言われる、ストップモーションアニメによる、見たことのない世界観が素晴らしい映画です。ビル・マーレイやエドワード・ノートンなどが、声優として起用されています。あくまで、近未来の日本、の設定なので、多少おかしなところもシュールな面白さとして伝わってきます。また、市長の小林は、1984のビッグブラザーを彷彿とさせ、ディストピア感を増幅させています。ウェス・アンダーソン節が爆発している、名作 SF 映画です。7. クリスティーン。監督は、ジョン・カーペンタ。擬人化した車が登場するホラー映画です。厳密には SF に分類されないかもしれませんが、SF に近いと判断して紹介させていただきます。舞台は1957年のデトロイト。車の生産工場において、完成間近の1台の赤いプリムスフューリーの中で、タバコを吸っていた作業員が、謎の死を遂げます。そこから20年以上経った、1978年、カリフォルニア州ロックブリッジ。気弱な高校生アーニーと、友人のデニスは、学校の帰り道、ボロボロのプリムスフューリーに見入られ、貯金を使って持ち主から買い取る、というのが序盤のストーリーです。この映画は、スティーブン・キングの原作を元に制作されています。女性に擬人化した車であるクリスティーンは、持ち主のアーニーを誘惑し、狂気へ誘い、アーニーの彼女に嫉妬もします。文字に起こすとチープさが増しますが、擬人化したクリスティーンが可愛く見えてくるのが不思議です。ジョン・カーペンター監督らしさあふれる、怖くないホラー、の名作映画です。8. ゼイリブ。こちらも監督は、ジョン・カーペンター。社会風刺をテーマにした、SF 映画です。
失業者が増え、貧富の差が広がった社会。教会の空き地で暮らすホームレスのキャンプ地において、一台のテレビだけが唯一の娯楽でした。そのテレビは何度も電波ジャックを受けており、その都度髭を生やした男が画面に現れ、彼らについての警鐘を鳴らすメッセージを語る、というストーリーです。ジョン・カーペンター監督らしさあふれる、どこか虚しく大敗的な雰囲気のアクション映画ですが、そこで描かれるのは、メディアによる人々の洗脳や、物質主義に対する批判と警鐘です。広告、雑誌、新聞などに隠されたメッセージがユニークな演出で描かれ、監督自身も担当した気の抜けた音楽が、作品全体を包み込んでいます。個人的に好きなのは、中盤で起こる、異常に長い格闘シーンです。常識的に考えると不必要なシーンなのですが、映画史に残るシーンだと思っています。資本主義の世界において、彼らは身近に潜んでいると気づかされる、80年代を象徴する名作 SF 映画となっています。9. ミクロの決死剣。監督は、リチャード・フライシャー。細胞レベルの小ささにミクロ化された医療チームが、体内から手術を行う SF 映画です。物質を1時間限定でミクロ化する技術について、さらに長い時間ミクロ化させる方法を開発した、科学者のベネシュ。アメリカは彼を亡命させようとしていましたが、移送途中での自爆攻撃により、意識不明になってしまいます。重要な新技術を失わせないため、ミクロ化した医療チームは、体内から彼の治療を開始する、というストーリーです。ミクロ化した先行艇と共に体内へ飛び込む、特殊な設定で描かれた映画です。心臓では強い揺れが起き、肺では強風が吹き、耳の中では静かにしなければならないなど、人間の体内の特徴に沿った、ユーモアあふれる演出。そして、体内という密室を生かしたサスペンス要素など、娯楽要素が満載の内容です。また、当時、将来的に実現される可能性があるとされていた医療技術を元にしたアイデアも、作中に取り入れられています。今でこそ似たような設定の作品は多数存在しますが、それらの原点とも呼べる、名作 SF 映画となっています。10. 不思議惑星金座座。監督は、ゲオルギー・ダネリア。旧ソ連の、ディストピア SF コメディ映画です。眠気が来るほど緩い雰囲気の、日常系 SF 映画です。当時、ソ連全土で1270万人を動員したと言われ、世界各地でカルト的な人気を誇っています。作中では、マッチ棒が大きな価値を持ち、人々は、ほぼすべての会話を、グー、という謎の言葉だけで済ませ、へんてこな人物ばかり登場します。作品の持つ、独特な緩い雰囲気とは裏腹に、厳しく定められた階級社会が描かれています。星を支配するのは、エツロップ、と呼ばれる人々です。ポリス、を逆にすると、エツロップ、になることから、エツロップは、警察の暗喩となっています。検閲の厳しかったソ連において、ソ連自体を暗喩したような、ディストピアな設定や階級社会を裏に秘め、検閲をくぐり抜けていた点も含め、評価されることの多い作品です。異文化、異世界を感じられるような、不思議系、宇宙 SF 映画となっています。11、宇宙人の解剖。監督は、ジョニー・キャンベル。実話に基づいて制作された、SF コメディ映画です。1947年に、アメリカのニューメキシコ州で起きたとされる、墜落した UFO の残骸が発見された、ロズウェル事件。
当時の記録とされる宇宙人の解剖映像が1995年に全世界へ公開されました。映像を公開したのはロンドンの平凡な若者であるベイト・ゲイリー。2名は大金を得て時代の寵児となりますが、そこには誰にも言えない秘密があったというストーリーです。1996年頃に日本でも広まった宇宙人の解剖映像についての実話をもとに制作されています。ドキュメンタリー風のシーンを挟みながら展開される演出が斬新です。この映画の元になった解剖映像が捏造であったことは2006年に制作者本人らによって明かされています。映画の公開年と自白した年が同じ2006年ということは、おそらく捏造を自白するところまで本人たちの予定通りだったのではないでしょうか。ともかくユーモアあふれる演出が光るようなユニークな SF 映画となっています。今回は奇妙で素晴らしい SF 映画について紹介させていただきました。奇をてらっただけではない個性あふれる尖った映画の数々をぜひ見てほしいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。